それとも気迫か。日本シリーズ45年の歴史に名将たちの足跡を追う。7月20日、シベリアからの引き揚げ船エヒコ丸で、元巨人師匠水原茂氏が8年ぶりで元気に帰ってまいりました。水原茂は戦前慶応のスタープレーヤーだった。水原氏は昭和24年シベリアから帰還するとともに現役として読売ジャイアンツ巨人に復帰した。その足で直ちに巨人大栄戦の行われている甲羅県球場に赴き、スタンドを埋めた数万の野球ファンに帰還第一声を送りました。皆様、水原はただいま元気で帰ってまいりました。シベリアの4年の生活は私にとっては苦難の道でありましたが、今日本野球の想像も及ばない発展ぶりを見て非常に喜びもし驚いている次第であります。水原は翌25年巨人監督に就任。26年には早くも第2回日本シリーズに進出。戦う相手は鶴岡和人率いる南海ホークス。10月17日後楽園球場、日本シリーズ第5戦、ジャイアンツ2回の攻撃。バッターものはレフト上段に大ホームランを発します。まず最先のように1点を挙げました。この日ジャイアンツは当たり鋭くホークスのピッチャー優勝のスカウト妖怪変わった中原を打ち込んで既に1点を挙げ、バッターは平井。1番手別点のヒット、ボールは塀に当たって持って入りました。瞬間に1塁のランナー南が3塁に立ちました。続く楠木のスクイズバント成功、この回2点。その後さらに5点を挙げ、結局ジャイアンツは8対2でホークスを破り4勝1敗で今年度日本選手権を獲得しました。続く27年も水原巨人と鶴岡南海との間で日本シリーズが戦われた。川上、千原の打棒爆発で巨人優位のシリーズが進む。投げては別所が1戦と6戦に2勝を挙げ、4勝2敗で巨人がこのシリーズも手中にした。3年連続の巨人南海対決。10月16日後楽園で行われた巨人南海の第7戦、1回裏巨人ワンアウトランナー2塁のチャンス、バッターは南村。三塁を強襲、ヒット、ショートキックから三塁へ投球、南峰猛烈なスライディング、影山ボールを弾きました。南峰この間に一挙にホームへ向かいます。ホームイン、巨人先制の1点を挙げました。6回表同点の南海、ヒットまた大きな当たり、レフトスタンドへ入りました。ホームラン、静か両雄に迎えられてホームへ、南海逆に1点のリードとなりました。7回裏ワンアウトランナー2塁、バッターは川上、センター前ヒット、南村三塁を回ってホームイン、勝ち越しの1点です。オズール氏も観戦、大上貴心の投球、柏枝打った、2塁左を抜きヒット、川上2塁からホームへ。かつて巨人は4アルファ対2をもって南海を破り、日本シリーズに3連連勝を遂げました。巨人の第2期黄金時代といわれるこの頃、打撃では川上、青田、千原が圧倒的な力を発揮した。ピッチャーでは南海から引き抜いた別所が古巣を相手に強さを発揮した。水原は大リーグのスタイルを積極的に日本へ持ち込んだ。三塁コーチスボックスからブロックサインを出すスタイルはドジャースから学び、新ユニフォームはニューヨークジャイアンツを真似た。この頃プロ野球のテレビ放送開始、映像を意識した野球は水原から始まった。
主力選手に衰えの見え始めた昭和30年、与田鶴岡南海との対決。1勝3敗から巨人が挽回し、3勝3敗で迎えた第7戦。5回の表、巨人の攻撃。ノーアウト満塁から南村の犠牲フライで巨人が1点を先行した。9回表ノーアウト1塁、南海のピッチャー小畑に対するのはこのシリーズ水原が抜擢した若手の一人角来。筒井の悪送球でランナー岩本は三塁へ進む。角来はセンターに犠牲フライを放ち、巨人貴重な追加点。このあとランナー一塁二塁で南村、二塁打で1点追加。平井は犠牲フライを放つ。別所がホームインし、この回3点目。9回裏、南海の攻撃。ツーアウトでバッターは杉山。ウィニングボールはレフト角来へ。1勝3敗から挽回した巨人、このシリーズでは水原の若手抜擢が功を奏した。昭和30年代に入ると巨人にも新旧交代の波が押し寄せた。31年以来5年連続して日本一を逃し、35年のシーズン終了後、水原は無念のうちに監督の座を川上に譲った。すぐさま東映が獲得に動く。水原は住み慣れた巨人を退団、東映フライヤーズの監督に。早くも2年目の37年には日本シリーズへ。相手は水原の師、藤本貞義率いる阪神だ。東映1勝2敗1分けで迎えた第5戦。初回阪神が2点先行。その裏、村山からラドラがセンターオーバーのツーベースを放つ。水原は機動力を生かして一塁三塁のチャンスを作った。バッター吉田勝豊、逆転スリーランが飛び出した。このあと東映が1点を追加。7回表、阪神は吉田義雄、久保田から2点タイムリーを放ち同点とした。水原はここで久保田を諦め、リリーフに富永を送った。富永は水原の期待に応え、阪神の攻撃を抑え込んだ。同点のまま迎えた10回裏、変わった小山から青野がヒットで出塁。バッターは岩下、レフトスタンドに飛び込むサヨナラツーラン。この試合で波に乗った東映は6戦7戦も連勝。名将水原がチーム設立以来初めての日本シリーズ優勝をもたらした。三原治は終戦直後の昭和22年に巨人の監督となり、
24年には戦後初の優勝を遂げた。昭和26年、前年の2リーグ分裂からの混乱が続く中、三原は巨人を追われるように西日本パイレーツへ。西日本は西鉄と合併、ここに三原西鉄ライオンズがスタートした。昭和29年にはパ・リーグ優勝、中日との日本シリーズに臨む。しかし中日のエース杉下を打ち崩すことができず、3勝4敗で惜敗した。昭和31年、三原西鉄2度目の日本シリーズ、因縁の水原巨人との対決だ。第1戦、三原は主戦級4投手を次々と投入。巨人打線と西鉄投手陣の相性を見るための作戦だが、挨拶代わりだと周囲を煙に巻いた。三原が見抜いた通り、稲尾と島原の好投で西鉄3勝2敗。迎えた第6戦、巨人はベテラン別所の先発。1回、西鉄先頭打者玉造が初球をヒットし出塁。続く河野のうまいバントが内野安打となり、ノーアウト1塁2塁。3番豊田の時にパスボールで二塁三塁。豊田すかさずライト前に打ち返し、西鉄まず1点。ワンアウトの後、バッター大下、右中間突破の2点タイムリーを放つ。西鉄はこの後も1点を追加し、初回一気に4点を先行した。3回表、関口の打席。このシリーズ4本目のホームラン、堂々たる日本記録だ。6回裏、巨人の攻撃。岩本が稲尾からソロホームランを放ち、一矢を報いた。9回裏、巨人最後の攻撃。川上が一二塁間を破り出塁。しかし届きの当たりはピッチャー稲尾のグラブへ。4勝2敗、西鉄初の日本一。第1戦に主力投手全員投入というユニークな作戦が勝負を完全に決めていた。師匠三原がついに巨人を下した。昭和32年、2年連続の西鉄巨人対決。西鉄3勝1引き分けで迎えた第5戦。6回、巨人1点のリードを守ろうと、この回から登板の木戸から河野がバントヒットを放ち、ノーアウト満塁。内野ゴロで同点の後、ランナー2人を置いてバッターは和田。吉原から放った和田の一撃はライトフェンスを直撃。日本シリーズ史上初のランニングホームランとなり、
西鉄試合を逆転。巨人はその後1点差に詰め寄るが、三原はリリーフに島原を起用、反撃を抑え込んだ。三原西鉄、2年連続の日本一だ。昭和33年、3年連続の西鉄巨人対決は、西鉄が0勝3敗の窮地から稲尾の3連投でタイに。第7戦1回表ワンアウト1塁3塁で中西が巨人先発堀内からスリーランホームラン。5回表ワンアウト1塁2塁からこの年リーディングヒッターの豊田。巨人藤田からセンター前にタイムリーヒットを放つ。この回西鉄は2点、さらに8回にも1点を加えた。巨人は連投の稲尾を打ち込めず、9回の裏ようやく新人長嶋がセンター左を破った。ランニングホームランとなり巨人1点を返すが、反撃もここまで。三原は奇跡の大逆転で因縁の対巨人日本シリーズに3年連続勝利した。神様、仏様、稲尾様の流行語が生まれた。稲尾のとにかく健闘をなくしてはペナントだ、ペナントの維持はできなかったし、日本シリーズもまた稲尾の連投なくしては勝つことはできなかったわけでして、そういう意味で稲尾君は、西鉄ライオンズの守護神であると私はそういうふうに思っております。大変な演技者であったね。ベンチの後ろ行ってブルペンと電話、最初ゴドゴド小さな声でゴドゴドって言ってんだよね。突然ね、そうか、ダメか、困ったなって大きな声で言うんだよね。大体その3つなんで、セリフが。そしてね、ますますね、俺はね、あ、リリーフ予定してるピッチャーは調子が悪くてダメなんだと。宮野さんが、なんか尻がムズムズムズムしてね、俺はもう狭いのに完投して肩バンバンに張ってんだけど、ブルペンにずっと行きたくなるんだよね。三原は昭和35年、太陽ホエールズの監督に招かれた。さしたる選手補強もないまま接戦をものにする1点差勝利を積み重ね、前年最下位のチームをリーグ優勝に導いた。日本シリーズの相手は西本幸を率いる大米オリオンズ。下馬評では大米有利だったこのシリーズ、三原太陽は初戦から3連勝した。全て1点差だ。第4戦、太陽の先発は島田源太郎、大米は小野。5回表2アウト2塁、この年の新人近藤昭仁の打席。小野のカーブをうまくセンター前へ運び、先制の1点。三原は5回裏から秋山をリリーフに送り、大米が誇る強力打線を抑え込んだ。
またも1点差で三原は勝った。4連勝で日本シリーズを制覇。打撃戦でも投手戦でも最小得点差で勝つ三原魔術が流行語となった。鶴岡和人は戦後プロ野球の復興を担った一人だ。昭和21年、近畿グレートリンク時代の南海でプレイングマネージャーとして監督就任。以来昭和43年まで23年間南海ホークスを指揮した。鶴岡南海は昭和25年の2リーグ分裂以来、30年までの6年間に4度日本シリーズに駒を進めた。笠原フォアボールでツーアウトならフルベース、南海絶好のチャンスを迎えました。バッターは近畿ピッチャーの松葉。そのカウントは2、3と変わっていよいよラストボール投げました。空振り、ストラックアウト。南海はついにチャンスを逃しました。延長10回の裏、南海の攻撃。第4球、影山打った一塁二塁間の難しい当たり、千葉取って一塁へ投球セーフ。川上バックホーム、ランナー気づかタッチアウト。惜しくも南海チャンスを逸しました。鶴岡はどうしても水原巨人を破ることができなかった。鶴岡の前に立ちはだかったのは南海から巨人に引き抜かれた別所。鶴岡と巨人には深い因縁がある。昭和30年代に入るとパリーグでは西鉄ライオンズが台頭し、南海は3年続けてリーグ優勝を逃す。昭和34年、チーム戦略を100万ドルの内野陣から攻撃中心の400フィート打線へ転換。野村、穴吹、寺田らが活躍して4年ぶりにリーグ優勝。水原巨人との対決を迎えた。南海2連勝の後の第3戦、2年目のエース杉浦は3連投。立教時代のチームメイト長嶋と対決する。長嶋は半ば南海入団を決めていて、巨人が横取りした選手だ。つくづく鶴岡と巨人の因縁は深い。2回表、ワンアウト一塁で野村の打席。ピッチャーは巨人先発藤田。野村の一撃はセンターの頭上を越えるツーランホームラン。南海は2対1と試合を逆転した。9回裏、巨人の攻撃。杉浦から同点ホームランを放つ。ワンアウト一塁から角来がライト右にツーベース。ランナー二塁三塁となった。このピンチに杉浦は内心変えてほしいと思うが、鶴岡は続投を指示。代打森の打球はライナーでセンターを襲った。しかし好位置に守った大沢がこれをキャッチし絶好のバックホーム。南海は大ピンチをファインプレーで切り抜けた。延長10回の表、ランナー一塁で寺田。タイムリーツーベースで3対2と再びリードした。その裏、ツーアウトから長嶋がショートフライに倒れ、南海は日本一まであと1勝と迫った。
この時杉浦の右手中指のマメは破れていたという。第4戦、勢いに乗る南海打線が火を吹く。3回表ツーアウト一塁で杉山、藤田から左中間にツーベースを放ち、俊足広瀬がホームイン。南海は1点を先行した。7回にはワンアウトランナー1塁2塁のチャンス、バッター杉浦。三遊間を鮮やかに抜いて満塁。トップ穴吹の打球はショートゴロ。しかし守備の乱れを誘い岡本生還。続く森下が犠牲フライを放ち、南海は3対0とリードを広げた。9回裏、巨人最後のバッター坂崎がセカンドゴロに倒れゲームセット。4連投の杉浦が巨人打線を5安打完封。南海は初の日本一に輝いた。鶴岡は5度目の日本シリーズ挑戦でついに宿敵巨人を倒した。グラウンドに銭が埋まっていると言ってはばからなかった男が嬉し涙に暮れた。涙の御堂筋パレードへ向かう鶴岡和人。監督として勝率6割クリン、1773勝は最多勝記録だ。巨人の戦前戦後にわたるスター選手だ。鋭い弾丸ライナーを放ち、打撃の神様とさえ言われた。川上が水原茂の後を受けて巨人の監督に就任したのは昭和36年。周囲の反対を押し切り、戸座で選手としての実績にも欠ける牧野茂をコーチに起用。現役時代打撃一辺倒だった川上にとって、守りとチームプレーを重視する牧野の野球理論が魅力的だったのだ。報道陣に対しては鉄のカーテンで報道管制に乗り出した。川上監督1年目、巨人はチーム打率セ・リーグ最下位にもかかわらずリーグ優勝を成し遂げた。チームプレーの勝利だ。迎えた対南海日本シリーズ。第1戦の先発は南海スタンカ。巨人は中村実だ。佐藤大阪府知事の始球式で日本シリーズが開幕した。2回裏、野村が中村の初球をライトスタンド中段に打ち込んだ。さらに4回には穴吹、7回には寺田がホームランを放ち、合計6点。
これに対して巨人はスタンカのシンカーに全く手が出ず3安打、2塁を踏むことさえできなかった。6対0のワンサイドゲームで南海が初戦をものにした。巨人がチームプレーで盛り返し2勝1敗で迎えた第4戦、1点リードされて迎えた9回裏、満塁のチャンス。スタンカ宮本への会心の4球目がボールと判定され、炎上寺球審に詰め寄る。この後宮本が逆転打を放った。巨人が王手をかけた第5戦、3回裏、因縁のスタンカ宮本対決。荒れ玉をめぐって両チームが小競り合い、一時は警官が出動する騒ぎとなった。試合は南海が6対3で雪辱した。巨人3勝2敗で迎えた第6戦、両軍ホームランの応酬で9回を割って2対2の同点。延長10回、巨人は2アウト1塁3塁のチャンス。坂崎がセンター前、森がホームインし巨人1点リード。その裏、南海は2アウトながら2塁にランナーを進めたが、中村渾身の1球に広瀬三振。勝つ時は勝者、負ける時は大差。シリーズ前に川上が予想した通り、巨人は1点差、2点差のゲームをものにした。川上は監督就任1年目にして日本シリーズを制覇した。昭和40年から V9 が始まる。川上の負けない野球、管理野球が巨人に完全に浸透していった。この間、鶴岡の率いる南海は川上巨人に2度挑戦し敗れた。東証西本率いる阪急は5度挑戦した。西本も川上巨人をどうしても破ることができなかった。昭和44年の巨人対阪急日本シリーズ第4戦、昭和45年には能仁航率いるロッテが挑戦。川上は4勝1敗でロッテを退け、日本シリーズ6連勝。9連覇がかかる昭和48年、リーグ優勝の行方は阪神との間で最終戦までもつれ込んだ。しかし川上の言う8連覇の自信が最後の最後で巨人ナインに力を与え、日本シリーズへ駒を進めた。相手はプレイングマネージャー野村率いる南海。守りの川上野球にあってチャンスに滅法強い長嶋を怪我で欠き、この年三冠王に輝いた王だけが柱。巨人の苦戦が予想された。1勝1敗で迎えた第3戦、3回表巨人の攻撃。
ピッチャー堀内が松原から先制のホームラン。6回にも2本目のホームランをレフトスタンドに打ち込み、投打に大活躍。これに対し南海はジョーンズの手痛い落球など守備の乱れで自滅、8対2で巨人が勝った。巨人王手の第5戦、1点先行されたが王のツーランホームランで逆転。その後も得点を重ねた。9回表巨人最後の守り、第6球投げた直球打ちました、左中間にフライだ、レフトセンターともに打った、センターが追いつきそうだ、センター前進、センター前進、レフト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 前進、4勝2敗でついに9連覇の大記録達成。川上は日本シリーズに11回出場し一度も敗れなかった。上田俊治は昭和53年にヤクルトとの日本シリーズに臨んだ。もつれ込んだ最終戦6回表、問題のシーン。レフトポール際への大杉のホームランをファウルだと主張する上田の抗議は1時間19分続いた。頭脳派として知られる上田の執拗な抗議、その真意は未だに謎のままだ。足立から変わった山田が大杉に2発目のホームランを浴び、上田阪急は敗れた。上田にとって初めての日本シリーズは阪急の監督に就任して2年目の昭和50年、相手は広島だ。剛速球投手山口ら阪急投手陣が広島打線を抑え込み、4勝2分けで日本シリーズ制覇。阪急にとって球団創設から40年目の初の日本一だ。しかし勝った相手は西本監督時代にシリーズで5度敗れた巨人ではなかった。翌51年、上田阪急はついに巨人との対決を迎えた。キャンプからね、今日の日を目標にやってたんですけどね、やっとまあ、到達した、やれるないう感じでね、危機として乗り込んできたんですけどね。山口、足立、山田ら強力な投手陣が上田阪急を支える。第一戦は後楽園球場。4対4の同点で迎えた8回表、ツーアウトから大熊、加藤秀治が連打し、マルカーノの打席。小林からセカンド強襲のタイムリーヒットを放ち、阪急勝ち越し。
守りでは6回から山田をリリーフした山口が巨人打線をピシャリと抑えた。山口は第2戦でも好リリーフを見せ、阪急は1戦2戦と連勝した。舞台を西宮球場に移しての第3戦、阪急は山田が先発。巨人打線を抑え込む。このシリーズ大活躍のマルカーノのスリーランホームランなどで10対3の大差勝ち。阪急は3連勝で日本一に王手をかけた。巨人が窮地から2勝を挙げ、阪急3勝2敗で迎えた第6戦。阪急が7対0とリードし、日本一の行方は決まったかに見えた。しかし巨人の逆襲が始まった。6回には粟口がスリーラン。巨人はその後も得点を重ね、7対7で延長戦に突入。10回裏、張本王を一塁二塁に置いてバントの構えから強打した小林の打球は二塁マルカーノの左を抜いて満塁。山田渾身の一球、高田がライト前に弾き返し、巨人大逆転サヨナラ勝ち。シリーズは3勝3敗で第7戦へ。明日もう一回もう裸になったつもりでね、みんながもう無欲で戦いたいと思いますけどね。そうですね、はい、1勝するためにはそれですか、必要なのは。そうですね、ここでそのサヨナラされたなんかもね、あんまり気にせずにね、もう一回明日その第1試合だという気持ちでもうガブリ4つでね、行くつもりで戦ったらいいんじゃないか思いますけどね。第7戦を迎えた後楽園球場、奇跡の逆転優勝へ巨人の追い風ムードが強い。3回表ワンアウト後、フォアボールで出た大橋を足立が確実に送る。福本が巨人ライトから左中間に先制の二塁打を放った。5回裏、巨人の攻撃。上田監督頼みの綱の足立から高田がホームランを放ち同点。6回裏も巨人が足立を攻める。ライトの二塁打、柴田のレフト前ヒットで巨人のチャンスが広がる。しかし上田には足立しかいなかった。張本のファーストゴロを加藤秀治が本塁悪送球。巨人が1点勝ち越した。王敬遠でワンアウト満塁。粟口の打席、絶体絶命のピンチに足立は得意のシンカーを自信を持って投げ込み、ピッチャーゴロ併殺に打ち取った。1点を追う阪急、7回の攻撃。内野安打から盗塁のウィリアムスを二塁に置いて、このシリーズ不振を極めている森本。レフトスタンドへ逆転のツーランホームラン。阪急は8回にも福本のホームランで1点を追加し、4対2で最終回の守りを迎える。
開かれました後楽園、熱気をはらんだ対戦であります。ランナーは一塁二塁ツーアウト、連続日本一の栄光の座が刻一刻近づいてまいります。阪急としてはこの瞬間をどんなに待っていたことでありましょう。10エンド1から第4球を投げたカーブ、空振り三振、試合終了、試合終了、ついに連続日本一、阪急ブレーブス出撃ダイヤルになりました。上田監督の体が宙に1回2回止まりました。上田監督の胴上げであります。歴史に残る大熱戦となったこのシリーズを射止めたのは上田だった。その勝利は阪急にとって5度の苦杯を舐めさせられた巨人をついに破っての日本一だ。もうこんな嬉しい優勝初めてですね。とにかくもう向こうも裸、こっちも裸、もう条件五分五分のね勝負で、とにかく努力をしてきた方、強い方が勝つんだからね、それをとにかく試そうやないかいう気持ちでね、もう自分も出たんですけどね、こんな僕はいいね選手に恵まれて本当に僕は幸せですね。本当ですね。広島東洋カープが26年目にして初のリーグ優勝を果たした昭和50年、広島の街はカープフィーバーに包まれた。大体カープのある時間帯というのは あれですね、交通事故もないし盗難もないしいうようなことでカープ様々、阪急との日本シリーズに日本一への期待がかかる。しかし対戦成績は2引き分け4敗、大きな声援を背に受けた広島だったが、阪急から1勝も挙げることができなかった。古葉竹氏にとって阪急に勝つことは大きな目標になった。9年後の昭和59年、広島に阪急を迎え日本シリーズが始まる。阪急の主砲は三冠王ブーマーだ。9年目の敵討ちに小馬の心は燃える。広島の主力はベテランの山本と衣笠。お互いに中心打者がしっかりしているということですね。ですから、中心打者にどういうふうにつないでいくかということです。阪急の場合にはブーマーが、ね、非常に多くの打点130ぐらい上げてますけどもね、それは上位打線が、ね、非常になんていうんですか、ブーマーのところにつないできているということ。うちも衣笠が100点打点を上げてますよね。で小路がまた、90何点打点上げてますけどもね、そこにやっぱり上位打線がつないできているということですね。ですから一番言えるのはね、お互いにその上位打線をどういうふうに抑えるかということじゃないでしょうかね。初回、阪急はツーアウトから弓岡がヒットで出塁。山根はいきなりブーマーとの対決を迎えた。4番ファーストブーマー、背番号44。この日広島投手陣は小馬の指示通りの内角攻めでブーマーを完全に抑え込んだ。
試合の方は2対1で阪急リードの8回裏。ゲッツー崩れで山本浩二が一塁に生きた。長嶋が山田から逆転ツーランホームランを放ち試合を決めた。1勝1敗で舞台を西宮に移しての第3戦。宮島しゃもじでございます。ただいま無料で差し上げておりますのでどうぞ。2回先頭打者で山本浩二が登場。ピッチャーは阪急先発佐藤義則。真ん中高めのカーブを左中間へ先制のソロホームラン。3回ツーアウト満塁で長嶋、内角直球を右中間スタンドへ運び日本シリーズ史上4本目の満塁アーチ。この試合広島が8対3で勝ち2勝目を挙げた。第4戦広島1対0とリードした6回衣笠の打席。山田からソロホームランを放ち広島2点リード。阪急は7回松永が山根からツーランを放ち同点に追いついた。2対2で迎えた9回表、2塁にランナーを置いて山田対山本浩二。シンカーを引っ張り3塁線へタイムリー2塁打。主砲が勝ち越し点を叩き出した。小葉は8回から大野をマウンドに送り阪急の反撃を許さず3対2で広島勝利。日本一まであと1勝と迫った。しかし粘る阪急は5戦6戦と連勝し広島球場での最終第7戦を迎えた。1回広島先発山根から弓岡がレフトスタンドへ先制のソロホームランを放つ。阪急の先発は山田。3回ワンアウトで衣笠の打席。レフトポールに当たる衣笠このシリーズ3本目のホームランで同点とした。6回表阪急の攻撃、ワンアウト一塁二塁。美濃田の打席。ライト前タイムリーで福本ホームイン。阪急が勝ち越した。しかし山根はランナー2人を背負いながらブーマーを切って取った。その裏広島の攻撃、長嶋が山田の初球カーブを狙ってライトへシリーズ3本目のアーチをかけまたも同点。
7回裏、先頭打者の山根がセンター前に弾き返した。阪急上田監督はここで山田を諦め今井にスイッチした。高橋のバントを今井が処理を誤り、ノーアウト二塁三塁。山崎が甘い外角球をレフト前に運んだ。広島はこの回3点、8回にも2点を追加し7対2と大きくリードした。9回、阪急最後の攻撃、最終戦にもつれ込んだ日本シリーズをものにしたのは小葉だった。それは耐えて勝つというにふさわしい死闘でもあった。もう阪急には負けましたからね、なんとか勝ちたいと思いましたけども、よく頑張ってくれました。もうそれ以外ありません。どうもありがとうございました。かつて一勝もできなかった悔しさを胸に秘め、ついに9年目の敵討ち。古葉は上田阪急に雪辱した。昭和35年、西本幸雄は大米オリオンズを率いて日本シリーズに初挑戦した。相手は三原太陽だ。初戦は7回に太陽金光が放った一発で0対1のまま敗れた。第2戦8回裏、大米一矢満塁のチャンスに勝利を手中にすべく、西本が谷本に命じたスクイズバントはキャッチャー土井の目前に。一塁併殺でチャンスは消えた。この試合大米は2対3で敗れた。第3戦も太陽がものにし、大米土壇場に追い込まれた第4戦。5回、太陽のルーキー近藤明人のタイムリーで1対0。大米最終回の攻撃、ヒットで出た八田を一塁に置いて石川、秋山の好投に三振。西本大米は有利を予想されながら三原太陽から一勝も挙げることができなかった。西本は阪急の監督を務めた昭和38年からの11年間に5度川上巨人に挑戦した。しかし日本一になることはできなかった。西本が近鉄バッファローズに招かれて6年目の昭和54年、近鉄は念願の初優勝を果たした。チームは日本一を西本に託し、西本は自らの初日本一を目指す。300勝投手鈴木と助っ人マニエル以外に大型選手のいなかった近鉄をリーグ優勝に導いたのは、まさに指導者としての西本の力だった。戦う相手は小葉監督率いる広島。
この年セーブ王の江夏が怖い存在だ。大阪球場で日本シリーズが開幕した。1回裏、近鉄の攻撃。ツーアウト満塁で和田。北ベックのスライダーをセンター前に弾き返し、近鉄2点を先制。3対1で迎えた6回裏、満塁のチャンスに石渡の打席。福士から2点タイムリーを放ち、リードを広げた。投げては井本が広島打線を4安打2点に抑え、近鉄がまず先手を取った。第2戦、0対0で迎えた7回裏、小川が山根からの初安打で出塁。この試合を1点勝負と見る小葉監督はここで江夏を投入。次の打者は主砲マニエル。フルカウントから二遊間を破り一塁三塁。代走阿部が二塁へ走った後、代打アーノルドが犠牲フライを放つ。外角寄りの球をセンター前に運んだ。2点目が入る。バッターは有田。バックスクリーンに飛び込むツーランホームランでとどめを刺す。代走代打の西本洋平が見事に当たり、近鉄は広島の守護神江夏を絵に描いたような攻めで打ち崩した。投げてはエース鈴木が広島打線を完封。近鉄は2連勝した。近鉄2勝3敗で迎えた第6戦。3回裏、1対1、ヒットで出た石渡を小川が確実に送る。マニエルがレフト前へタイムリーを放つ。続く梨田、バックスクリーンへ飛び込むツーランホームラン。元が会長に飛ばし、普段 DH のマニエルも懸命に守る。3勝3敗のタイで日本シリーズは第7戦へ。とにかく必死になって頑張ります。流れは変わったと見ましたが、とにかく、楽観は許されんと思います。とにかく頑張ります。そのためには何ですか？ガッツとそれから、平常心と言いますかね、そういう両方だと思います。広島2点リードで迎えた5回裏、近鉄の攻撃。平野が山根の初球ストレートを強打し同点ツーラン。試合を振り出しに戻した。
6回表。今度は広島水沼が好投の柳田からツーランを放ち、近鉄を突き放しにかかる。その後近鉄は1点を返し、あと1点を追いながら9回裏の攻撃を迎えた。先頭打者羽田が江夏の初球をセンター前へ。すぐさまダイソーの切り札藤瀬が登場。藤瀬は一気に三塁へ。アーノルドはフォアボールで歩く。平野の打席でダイソー吹石が走り二塁三塁。広島ベンチは平野を敬遠、満塁策を取る。逆転の一打が出れば西本と近鉄は共に初の日本一だ。しかし代打佐々木は三振。バッターは石綿、ワンアウト満塁だ。西本親父に優勝を。広島ファン以外の全ての野球ファンがそう願った瞬間、西本が石綿に命じたスクイズを江夏が見破った。痛恨のスクイズ失敗。日本シリーズ初挑戦の時と同じように、昭和56年のペナントレース最終戦、西本監督最後の采配だ。戦う相手はくしくも古巣の阪急。西本幸雄はついにチャンピオンフラッグを手にすることができなかった。しかし心の底から西本を日本一にと願う選手は数限りなくいた。西本はチームを超えて多くの選手から愛されていた。それは日本シリーズ優勝に決して引けを取らない素晴らしい栄光だ。